もう行く第2グランプリ、NFA を抑えたいんだったらまずリンリンメトロから行きましょう。リンリンメトロ、よし、リンリン。よく放送中。今さっきはスターさんとムゲンさんは上の方にいたけど、他二人はまあまあ帰りだったから、結構俺らのが多分上位占めてたから大丈夫だと。それに1位を許してるのはスターさんだけだしな。うん。意外なのは、タケトさんとかあんまり上がってこなかったのか。そうだね。意外だったね。金ちゃんとかいるのに、レート6万の化け物に。そこが意外だったな。うん。サクッパキャ。ただ、さっきのレース、親子丼がワンツー取ってんな。ああ、ほんまや。最後来てたんか。うん、最後、手の子に乗ってたんだよ。スタート、短っ。うん、あー金あぶね。お、誰か引っかかった。スターさんがどうな、スターさん赤子持ちか。うん、譲ろお、引っかかってくれた、ラッキー。あー、鉄球にぶつかるよ、危ない。あぶね、バナナ持ってる、ね、バナさん、バナさんか。じゃあ自分は右行くわ。よし、これだったらグリちゃん心気なくバナナ使えるからな。そうだ、バナナ持ってるやつか。よし、右側についてもらう。アスカさん前か。じゃあこれは使えないな。リボンヌさんもか。どうしようかな。これ。うわあ、当たっちゃった。ごめん。いや、俺一応チャリで面白い。アスカさんが引っかかって、じゃあここで使った。ドンキーが来てるんだよな。荒ぶってんだよ、これ。いて嫌いな。ドンキー。いて、なんかどっか。引いといた。すごいことになってる。あ、バナナ。で結構あるで、やばい。ちょっと待って、まさかなんか3位ぐらいでスター出ると思わなくてね。もうバナナすごいことになってる。でも、歌う。あとは、キダさんか。うっそ、それで、引っかかるんか。10位から上がれんぞ。マジか、またか。やばいな、俺が。あぶねえ。キノコじゃ暴れんか。なんか、ラインが飛ばす。よいしょ、危ねえ。あー、一歩取られるね。あー、ムキンさんもスター状態か。つい。ちょ、2位で峠引いた。2位で DTP。 2位で DTP した。よくやった。あ、待って、まさかの2位で DTP しちゃった。ヘイト取ってた。待って、やばい、上何もできたね。ラッキーゴー。あ、おー、やばいやばい。アスカさんはこれはひどい。うわー、タイム緑かい。うわー、クラクションで転がるプリンちゃん許すべし。うわー、これ兄さん、よし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 。あー、ダメだ。俺がやらかしたな。俺もやらかしたな。うわー、キラーに抜かされる。2人で兄さん取っといた。あぶねぶね。あとスターさん崩せたぞ。ちょっと待った。でも俺ら落ちちゃった。俺も潰れたんだよ。だいぶカバーしたわ。あ、親子丼はまあ中盤。一応無限さん1位取ってるしな。うん、そうだな。無限さんどうするかだな。無限さん潰れんからね、なかなか。うん、安定してるからね、あの人。前子以外よりなもん。どうする？まあ、2人の得意コースの方で。そうそう、2人の得意コース。アスカさんはやっぱなんかって書いてある。うん、やっぱキラーは神って書いてある。うんうん。じゃあリニメトロ、アスカさん問題ない？はい、はい、じゃあ選びます。なんで駅は選ぶね、今。もう儀式モードかな。わかった、無限さんに儀式をさせようとしてるんや。作戦かな。作戦か。どんな作戦なんだよ。儀式ってどんだけだよ。いや、でも自分の思想だな。危ねえ。リボンヌーってなってる人民に、そういう名前。うん。リボンヌーってなってる。で、バッコくなってる。フフフ、箱だ。よいしょ。おっと待って、ここでミドさん引くのは結構鬼だな。
落とさない。え、うっそ、順位変わった。なんか赤とか。あ、まあね、赤投げちゃった。ちょっと親子丼がおったから。タケトさんに投げようと思った。あ、待って、これバナナすげえ嫌なんだ。待って、キラさんもしかして1位でキノコ。あ、そうだね。崩さない。出たい。崩したいとこだが、ミドさんが前に出たぞ。バナナ1個。ナイスナイス、誰だか知らないけどミドさんナイス。キラさんに当たった。うん。戻したでも。うわキラ誰か、トゲ引いたら言って、自分今1位だと思う。いや、俺トゲ引いた言っちゃったの、じゃあ、脳投げだ。射的に無理だ、抜かさせない抜かされたら言うわ。うん、綾戸さん前にダケトさんが見えるダケトさん1位にしたよな何のための DTP なのかひどいぞ、あーこれいい何のために無理やり GTP に持ってくる無理やり GTP に持ち込むひどすぎるうわバナナクソやろおめえ。あーいっても取れた。嫌いリボンヌさんはここはうん仕方ないかもしれない。うんここで来れば早いわ。うんいいクソやろ。自分がゴールすれば投げれるんだけどな。うんもっと引き離さなきゃな、はい投げるとき、キラさんだから前に行って、うん、あ、まあゴールする前に行ってるかな。ムゲさんも絶対来るかな。カネー。あ、危ねえ、アスカさんに結構危なかったよ。カネーか。よいしょ。結構悪くないよ、今。投げていい、投げていい。いいよいいよ、もう投げて。遅い。あ、ごめん。あーごめん、あーアスカさん引きたくない、危ねおかげでも悪くない悪くない投げられる、頑張ってる、ニモルさんが頑張ってる無理ワンテンポ遅いよ言うのまあいいんじゃないの、言うとったしまあまあまあ、今のごめん、そしてありがとうもうあと 0.5 秒早かったのに投げてたのに、うん間に合わないと思ってしまったからすまないしょうがないね、スカイプのラグがあるから、うんうん、リニメテロで今んとこは結構3人とも上位取れてるから、うん、スイキャニと漏らした漏らしたどこ行くどこ行く前っぽやんのリニメトリニメトでリニメトにして漏らしてねえだろリニメトロねリニメトリニメト、うん、リニメトロとあ違うスイキャニとあ、今来たのクパキャか。そうやね、クパキャ、うん、クパキャとスイキャに。オッケーオッケー。どこ、あ、メトリンメトリンメトロメトロ。よし、オッケー。あー、ごめんごめんうん危なかったおっと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 俺はやるけどなやるやっちゃうか、やるかいっそのことやるか、いっそのことやってみよう、4人でやるいっそのことやろ。前3人張ってんのに、うん、狙われるくらいだったらいっそのことやったほうがいい。確かに1、3、4だと、うん、1、3、4を崩してもやるよ回線落ち気をつけよう、みんな回線落ちだけ気をつけよう。あ、なるべく早めに前に出る、うん、なるべく早めにいや、なんの意味もないよね。やばい、あるねえもうチキンとか、もうチキンとかやめようやめようやめよう、このまま DTP これよしよし、DTP 全員かそう、全員DTP 全員儀式やから DTP じゃなくて儀式勢じゃなくてただの儀式勢全員儀式やる人だったわそう、それなから全員が1位に向かっていくぞ、いくぞ、いくぞ、まあ、ダイナミックだからね、まあ、ダイナミックやったかこれそうだね、ピラも使ってくれしっかりは全然キープ、超キープの全然ダイナミック、うわめっちゃ押されるうんーチキンで、僕はみんなには追いついたけどそれちゃんも投げれんかね。じゃあこれはしょ
アラさんとかいいかも。タクン使うよ俺。オッケー。あ、でもタクちゃんが。あー、プリンちゃんがここや。気をつけてよ。スパさん。いやー、自分に2個も来るか。いや、それでさらに。チケボは無理やわ。よいしょ。トゲ行ったぞ。お、DTP か ?DTP か?DTP か。違う、ニムゲンさんだ。ボムとか、でも、いや、3人張ってるから俺はこれ後ろ投げるって、ね。あ、でも、上のスタート。じゃあ、バナさん持って1出た。どこまで上がれっかな、自分。よいしょ。おいっと。あぶね、ブーメラン来てる。あ、ハイヤーか、待ってよ。あぶね、ブーメラン。はっはっは、このが儀式性の強さだ。儀式性の儀式強さ。これが儀式性だ。儀式ワンツー。やべえ、儀式強っ。いいんじゃないの今。若くない。半分以上に全員入ってんだこれ。すげえ、1、2、3、6。あ、じゃあ2、2、3、4、6。強すぎだろ。儀式最強。失敗しても6、7って。そうそうそう。それまたメトロ全然 OK って感じ。全員メトロお願いします。これはやばい。これはやばいわ。儀式した方が勝つのかよ。儀式した方が強い。なんだこりゃ。なんだこりゃ。あ、メトロ来ても俺走れん。来た走れる。走れないのか。じゃあここで万が一リボンヌさんが上位取れたら、うん。うん。今度こそリボンヌさん好きなコースで。いや、俺スタートダッシュはできないから、まあ、大問題です。それな。問題。一回も成功してんのかな。大問題なんだよな。なんかしょっぱいのでちょろって出る。でも自分もそういう感じなんだよな。スタートダッシュ失敗 しないとそうなの。大きいの行って赤くらいやられるか。あ、メケタさんかな。でもこれ、あ、無限さんかな。無限だと思う。これ2人ともこれ。うわー、見どこ。あ、だってすごいことなんだよ。すごい事故になってる。見どこのクソ反射だ。これもいらないし。うわー、ブーメランのプレッシャーにやられた。うわー、にゃー、ブーメラン作られた。危ない、ファイヤー。ファイヤー危ない。ほい、いけ。リボンさんが、後ろに投げて、リボンさんは。よし。あー、ダメだ。あー、エイト、ダケタさんがエイト。うわー、危ねえ。ごめん、チェキホン、大丈夫、大丈夫。なんとか避けれた。リボン。ドンキー。よし、オッケー、ドンキーはブーム。ナイス。あ、でもなんかドンキー光ってる。危ねえ、なんか光ってる。光ってる？かっこいいポーズしてる。あ、相手も取れなかっただと思う。まあ、仕方ない。危ねえ、ボブ。おっと、すまんね。お、ナイス、ナイス引き逃げ。自分もスタート。あ、ダケトさんと無限さん。やばいやばい、待って、これ、ベンサー。ボブさんもまたスターだった。ってるもん。ごめん。あ、落ちた、ボブ。俺、これ投げれない。危ねえ。前出てるよ、前出てるよ。火どうしよう、後ろ。どうしよう、これ、俺もどうしよう、これ。ちょっともう右側で。後ろ、うん。あ、後ろって言いたいけど、グリちゃんが3人いや、大丈夫だった。うわ、ミラクル引いた。だいたい平行移動してたから。いや、俺キノコ使ってない。パックか。出戦とか迷うわよ。あ、ロロロ、キラーですね。ナイス。あ、キラー通るよ。気をつけて。右カード。あ、イントル。あ、引かれてた。あ、でも、キノコカバー。え、できた。ごめん。キラーの軌道分かるんだよ、これ。大丈夫。あ、だけどさ、アイテム取られた。おし、もう一丁キノコ。これはなんかあー、しまった。あ、ダート確かに最悪。よし、3、4、5、6。まあまあ6。いけなかったか。うん、いやでも、まあでも悪くない、上位取れてる。いつもそこそこいい感じやね。あ、最初がこびったの。2から6、無理だったか。まあしょうがない。いやでも30点取れてるから。うん、ね、リボンヌさん30以上取ってるし、全員6位以上入ってるからね。うん、オッケーだね。NF3 人いたから結構いいんじゃないかな。無限さんと思うよ、今回。ね、じゃないの。無限さんは48だけど、自分も44取れたし、ね、うん、いい感じ。エースのとこはちゃんとつけてるし、うん、いいんじゃないの。いいよ、だって結構親子の NF スター7以下だよ、ほら。
いいね。いいよいいよ。最後まで崩さないようにこう。